はい、今回は、そのリサがね、鬼滅の刃の主題歌になってる炎って曲を、まあ、リサが自分のチャンネルで、その背景付きでね、場所付きで公開しましたね。これを見て思ったことは、なんで見て撮ったの？って思いましたね。はい。その背景がね、まあ、海が映ってたし、その浜辺で撮ってたんですよ。浜辺で、やっぱ、後ろら辺に海が映ってるみたいな。非常に疑問に思いましたね。はい。名前が、まあ、炎っていう曲なのに、海で撮ってるっていう。海で撮ってるっていう。矛盾を感じました。なんか作る気あるのかなみたいな。やっぱそう思いましたね。普通は、やっぱりなんかバーベキューで使うように、なんか、その木材のところになんか火をね、火をつけて、やっぱその、火をね、映して、火をね、背景にして、歌うみたいな。それが普通ですよね。それなのに、まあ、なんで海を背景にしたのかなってのは非常に思いました。まあ、そして個人的にあんまりね、鬼滅の刃のね、主題歌だから、いわゆる持ち上げられてるけど、正直、あんまりいい曲には思いませんでした。正直、僕としてはね、鬼滅の刃エンディングの方が好きなんですよね。エンディングの歌の方が好きなんですよ。はい。まあ、なので、正直、まあ、鬼滅の刃の主題歌は、まあ、エンディングだったよ、うんだ、エンディングをね、作ってくれた人に、やっぱりしてほしかったなって思いますね。